サムピックって結局どれがいいの？はい、ということで今回のお話はサムピックについてです。サムピック挑戦してみたいんだけれども、いろいろね種類がありすぎてよくわからないっていう方や、なんとなくもうすでに練習は始めているんだけど本当にねこのサムピックでいいのか、不安だっていう方なんかは最後まで見ていただけると参考になる情報があるのではないかなと思います。はい、早速結論としましては、僕のおすすめはこの3メーカーです。まず1個目、 TAB というメーカー、2個目フレッドケリー、3つ目はダンロップです。じゃあそれぞれの特徴を簡単に説明していきます。はい、こちらが TAB のサムピックですけれども、特徴は何といってもこのゴム素材ですね。ゴム素材がこの親指を装着する部分に使われていて、ここはプラスチックですけど、引く部分はプラスチックで、親指に巻きつける部分がゴムですね。何といっても滑らないです。だから1回つけたら外れないっていうのがこのサムピックの特徴であり素晴らしい点ですね。それとサイズが調整可能なんで、ここでねゴムの切れ目がいっぱい入ってて、これを調整することでちっちゃくしたり大きくすることができますので、親指がね基本的に大きな人やら、親指が小さな方、いろいろな人に合わせた、カスタムができるようになっております。やっぱ初心者、初めてサムピックを使う方が嫌になっちゃう理由っていうのは、外れちゃう、滑ってサムピックが取れちゃうし、もしくは指がきつくてね痛いとか、そういった理由がよくあるんですが、これはねそれらがもう改善される、いろいろな工夫が隠されております。僕はですねこのサムピックでサムピッカーとしてデビューできたなと思っておりますので、初めての人にはこれ本当におすすめです。次に紹介するのがこのフレッドケリーですね。さっき紹介した TAB っていうサムピックは結構ね音に特徴があるんですよ。で、僕は結構その音好きなんですけど、このフレッドケリーの音も格別に僕は好きですね。で、このサムピックがいいところは、何とも言えないこの角度、この親指を装着する部分の角度がすごく工夫されていて、なんていうか速いフレーズがすごい弾きやすいです。だからサムピックの醍醐味というか、早弾きフレーズ、指をねそれぞれバラバラに動かして速いフレーズを弾くとか、そういった時にはこのサムピックは本当に役に立つかなと思います。それと他の指との音色のバランスというか、親指の音色と他のピックをつけてない指の音っていうのが結構揃えやすい印象があります。それもね結構初心者の方がサムピックを嫌になる理由の一つですね。ピックをつけた指と他の指の音色がバラバラになっちゃってなんか嫌だ。そこがね、このフレッドケリーではクリアできるかなと思うので、これも初めての方には非常におすすめです。そして最後に紹介したいのがこちらのダンロップですね。さっきのフレッドケリーっていうメーカーのサムピックって、実はちょっと外れやすいんですよ。親指から少し緩くてちょっとだけ外れやすい印象があるんですけど、このダンロップはホールド感がすごいしっかりしてて、激しく弾いてもなかなか親指からずれることがないです。そして音色も癖がなくてですね、他の指と揃えやすくて、僕は好きですね。ただちょっとねきつくて、ホールド感が強いということはまあきついっていうことなんで、それがね痛く感じちゃう人もいるかもしれないです。個人的には TAB とフレッドケリーの良さを、半分ずつ持ってる感じですね。それが良くて使える時もあるんですけど、なんていうか僕としては両方の良さがなんか薄まってる感じがして、どっちかというと TAB かフレッドケリーを使うことが最近は多いです。でもやっぱこれは非常に優れたサムピックで、僕の印象としてはかなり多くの人がこのサムピックを使っているかなと思います。メーカーごとに解説しておりますけど、メーカーの中でもですね、実は硬さやサイズ、様々あります。例えば最初に紹介した TAB は硬さが3種類あって、僕は一番硬いハードというものでサムピックデビューみたいな、サムピックで使えるなっていう感じでどんどんこうサムピックを習得できた感じがあるんですけど、今思えばミディアムの方が、真ん中の硬さですね、ミディアムの方が初心者にはおすすめかもなと思っております。ちなみにこれはミディアムですね。ハードっていうのは結構僕がよく弾くギャロッピングっていう、そういう奏法にはすごくいいなって思ってるんですけど、ミディアムはギャロッピング含めてフィンガースタイルから単音弾き、あとストロークとか、そんなのを含めた幅広いスタイルに対応しやすいかなと感じています。で、この TAB は色で、ハードやミディアム、あとシンっていう薄いって意味ですね、シンですね、薄いっていう意味のシンで、3つの硬さが揃えられております。だから色で一発で硬さが分かるように
なっております。最初にお話した通りサイズはですね、このゴムの切れ目をどこに設定するかで、細かく調整できるので、ほぼその人専用のサイズにね決めることができます。でこちらのフレットケリーについても硬さが3種類あって、こちらも僕は最初ハードで、結構フレットケリーいいなって最初初めてこうハマっていった時はハードで練習したんですけど、今思えばですね、これも同じ理由で硬さ真ん中のミディアムの方が初心者の方にはいいのかなと感じております。でこれはちなみにミディアムの色です。ハードは真っ白で、一番柔らかいのはなんていう名前だろう、ソフトかわかんないですけど、一番柔らかいやつは黄色ですね。でフレットケリーはサイズが種類がありません。なのでまあサイズのね種類がないということは、一回これちょっと微妙だなってハマらないなって感じたら、選択の余地がなくなっちゃうんですけど、人によっては、お湯につけて形を変えて、緩くしたりきつくしたりっていう風なカスタムをする方もいるみたいです。こちらのダンロップは硬さというかですね、材質がいろいろな種類があって、それでねやっぱり硬さも変わってきますし、引き心地が大きく変わります。この別光みたいなやつが僕は結構好きで、引きやすさ、引き心地、音色も好きですね。でサイズはミディアムとラージの2種類があるかなと思います。でこれはミディアムです。M って書いてます。で L って書いてるラージはちょっと僕には大きすぎましたね。これもやっぱり材質がかなり種類あるので、人によっていろいろ選べる、そんな選択の余地がたくさんあるのかなと思うのでおすすめです。はい、ということでこれら、3つのメーカーをおすすめしましたけれども、それぞれじゃあそのメーカーを買えば全部特徴が全く同じかというと、実はそうでもなくて、結構個体差が結構あります。だから同じメーカーの同じ硬さの同じ材質のものを買ったとしても、ちょっと違いがやっぱりあったりするので、まあ、もし可能だったら楽器屋さんで大量にあるサムピックで一つずつ指につけてしっくりくるのを選ぶなんていうのもいいかもしれません。そうやって探してる方も多くいますね。僕はもうネットで買っちゃいますね。であと自分用に削ったりしないぐらいを変えてカスタムなんていうのももちろん一つの手なんですけど、まあ、僕はね結構工作が苦手なので一切カスタムしないですね。買った時の最初の形で、あこれは合うな、これはちょっと微妙かもみたいな感じで、もう本当とにかくたくさん試すのがやっぱり大事かなと思います。一つ試してみて合わないな、じゃあもうサムピックやめようっていうのはね、ちょっと少しもったいないかもしれないです。結構忍耐力というかあれがいるんですけど、違うメーカーや同じメーカーでももう一個みたいな感じで試してみるとまた違った印象が得られると思います。僕はですね本当に1年以上かけてじっくりですね、サムピッカーにこれはなれるかもとか、いややっぱり微妙だ、サムピッカーはやめようみたいな時期を交互に繰り返してですね、少しずつあサムピッカーになれたなみたいな、そんな日がやってくるっていう感じでしたね。ある日いきなりサムピッカーに転向する必要はないですので、つけたりつけなかったりいろいろ試し続けてみてください。はい、ということでいかがでしたでしょうか。皆さんのサムピックについての印象やですね、サムピックの悩み、あとおすすめサムピック情報などありましたらコメントで教えていただけると幸いです。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。実は1本ずつしか押さえてないです。ハンマリング、ハンマリング、大まかにはメトロノームと合ってるように感じるんですけど、同時ピッっていうのを狙ってください。